田さんはね、もっと上へ行くかなと思ったんですけど、うん、怪我あるたり、いろんな問題も大変辛い思いしてるだろうなと思うけど、はい、病院の先生が言われるじゃん、まだ出ない方がいい、はい、誰も聞かないよね、そもそも、そうですね。サマーさんが今39歳なんですけど、あの人は人間じゃない。あれは鉄でできてる。心が優しいですけどね。心はだけ優しい、あと鉄塊です。あれはね、人間違う。ガマルチョバ元コミス部のガガマルです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチ。今日は2024年名古屋場所目前大相撲ニュースを2人に語ってもらおうかなと思ってまして、はいはい、5月場所で全休した朝乃山さんと武尊富士さんがインタビューに答えて、で朝乃山さんは多分膝の痛みも和らいでぶつかり稽古を今再開しているっていうことらしくて、地元富山の激励会で優勝を目指すというふうに意気込んでいたんですけど、そうですね、朝乃山さんはね、もっと上へ行くかなと思ったんですけど、うん、怪我あるたり、いろんな問題も大変辛い思いしてるだろうなと思うけど、まあ、優勝をするような力あるのはあるんですけど、はい、休場して本場所に戻ってなかなか難しいのことなんで、まあ、安室さんも休場した後に土俵に戻るとどんな気持ち、本場所の怖いよね、まあ、やっぱりそうね、一場所休むとね、本場所の土俵もまだ違うから、そう、環境も違うし、ね、怖いのある。思いっきり自分の足に頼れない気持ちがあるよね。武尊富士さんも、部屋でちょっと稽古のし始めてて、若い衆に胸を出すぐらいの段階で。やっぱりちゃんと直した方が一番いいんですけどね。そうですね。ちゃんと直さないで出ると、もっと痛みが悪化してね、だけど早く本場所に戻りたいから、そうそうそう、どんどん番付下がっちゃうし、落ちたくないし、ね、落ちたくないから、はい、そのお客さんから見ると直してから出てほしいなって、万全のお相撲さん見たいからね、もうだけど、ね、安室さん1年休んだよね、ちょうど1年、ね、もう1日早く出たかったし、長いですね、そうですね、その時焦りはありました、まあ、焦りはやっぱりもあるんですけど、やっぱりちゃんと直さないと中途半端出てまだ怪我しちゃうんですけども、病院の先生が言われるじゃん、まだ出ない方がいい、はい、誰も聞かないよな、そもそも、まあ、そうですね、そんなことないですか、あるある、お相撲さん慌ててるから、もう出たいから気持ちがもう土俵に上がってるから、もうどうしても戻りたい、誰も聞かない自分の体、ああいけるなと思って、そういう感覚で言ってるから、武尊富士さんは7月場所と、十両から再出発になりそうなんですけど、幕内で経験して優勝してるから、はい、それは楽勝でしょう、幕下まで落ちても戻れる心配ないから、はい、うん、実力あるから全然大丈夫だと思う、お二人的にはじゃあゆっくりちゃんと直してから、まあ、そうです、うん、それはね、相撲を取ってない人から見るとそう気持ちになるけど、はい、うん、僕も力士だった時には土俵に上がられないのはもう考えられない、うん、考えられないから、向こうの気持ちに考えると本場所にとりあえず出たい、稽古しなくても出たいって感じで、もう一個昨年引退した、佐野山親方、はい、元幕内の千代の国さんが断髪式をやりました、はい、おめでとうございますね、はい、そうですね、で千代の国さんもすっごく苦労したよ、怪我が多かったよな、膝も肩も、はい、もうボロボロだったよ彼も、そうそうそう、でも気持ちよく相撲取ってたな、そうですね、思いっきりで、思いっきりで、はい、一番僕を感動してたのは相撲取りは土俵に上がるまでに体の運動をめちゃくちゃするんです、めちゃくちゃの中のめちゃくちゃなのは千代の国さんだったんで、はい、もうずーっと汗かいてたんです、もう始まる前からずっと、まあ、もうすごかったです。ほぼ座って寝てただけですけど。どんな運動をしてたんですか、ね、いやもう普通に本場所、稽古場と一緒ですよね。しこしたり踏んだり、うん、ずっと何時間。俺一番取るためにはこんなの体動かしたくないなと。これで、ね、ら。そうそう。戦ったこともありますか、もう僕はたくさんあります。僕はたくさんある。はいはい、引退の時はあなんか5分も歩くことができなかったぐらい、あの怪我が悪化してたっていう風に記事にはあって、大体お相撲さんはもう怪我は死ぬまで
手前に辞めるから、はい、そうそう、まだ体使えるって言われたら辞めるお相撲さんいないから、なるほど、うん、だいたいもう限界超えて、限界の超えた後のまだ超えて、もうこれは絶対無理だなと思うところで、なんで言うかな、自分の仕事に熱も持ってるし、経験も積んでるし、もうこれしかできないって、なんで言う気持ちもあるし、もうそんなね、はい、やめたいってやめるお相撲さんいないですよ、なかなかやめられないです。もう一人、はい、37歳の妙義龍さんが、先場所6年ぶりに、十両に落ちちゃって、うん、その十両でも3勝12敗で負け越して大変苦しんでるっていうニュースがあったんですけど、玉橋さんに次いで多分ベテランですよね。ベテランなんですけど、妙義龍さんもお二人も対戦したことありますね。もう僕はすごくある、僕もたくさんあるけど、まあやっぱり、ね、因縁だろうな。彼は新十両で僕は当たったんです、初日で。あ、初日で当たって、それから1年休場出したんです。あ、どこで怪我したの覚えてないです。膝怪我したけど、僕と彼は相撲取って、で礼して普通にも降りたんです、はい、何にもない靭帯切れてて、それから1年はジョニ玉で落ちたんです。それずっと覚えてて、悪いことしたのと思うんで、まあでも、もう37歳でまだ十両にいられるっていうことはね、幕の内はもう十何年やってるからね、いいなと思うんで、まあ金を貯めてるから、境川部屋の妙義龍さんですけど、境川部屋はいい部屋で、ね、まあ全ていい部屋だけど、境川部屋はみんなね、家族、うん、当然で師匠も最高、高井川親方はずっとたまに怒られたりたまに優しかったりものすごい大好きだったんで、最近もたまに会うと、もう、おお、ガガちゃん元気してるのって言われて、会うことありますか？あ、たまに、たまに連会1回とかあったりとか、はいはい、逆に言うと玉橋さんが今39歳ですけど、あの人は人間じゃない人間じゃない、あれは鉄でできてる心が優しいですけどね、心はだけ優しい、あと鉄固まるですあれはね、人間違う。あと 10年ぐらいでも50歳まで問題ないです10両入れたらいけるよ、そう10両入れたらいけるよ、50歳まで問題ないと思います。もう相撲協会の定年は65歳だから、そこまでやっていけるいけるじゃないですか、いけるじゃない